大大阪記念博覧会は1925年3月15日から4月30日まで大阪市で開催された博覧会である。同年の大阪市の地域拡張による大大阪の実現と大阪毎日新聞1万5000号を祝賀して実施された。1925年4月1日、大阪市は地域拡張により人口が139万人から203万人に 増加人口で東京市の199万人抜き日本一になり世界でもニューヨーク、ロンドン、ベルリン、シカゴ、パリに次ぐ6位となったこの頃のことを大大阪時代と呼ぶ大阪毎日新聞社ではこの地域拡張を記念して同年3月から4月に大大阪記念博覧会を開催天王寺公園が第一会場大阪城の一部が 第2会場となり、市内の主要な百貨店が協賛した。博覧会は1ヶ月半の会期中に、約190万人の来場者が訪れた。特に、大阪城の会場の城の天守台に作られた、豊香港館と呼ばれる展示施設は、約70万人が訪れ、大盛況となった。豊香港館の人気を見た、後藤新平が、当時大阪市長だった館一に、 天守閣の再建を進言したとされ、関市長が昭和天皇の即位の大礼の記念事業として天守閣の再建を提案、市民から150万円の寄付を募り、そのうち47万円を建設費に充てて、1931年11月に天守閣は竣工された。大阪都市協会は博覧会の常用金をもとに発足した市の外閣団体で、 市政普及の月刊誌、大大阪を発行した。博覧開始 p 七百十 a b c d キロの風景、大大阪の記憶人口、工業、文化、赤一リーダーに流星名建築から漂う、誇り。毎日新聞。二千十七年十二月二十六日付け長官、十四面。AB、小地図は誘う、大大阪名祭地図紙と超えた、大都市の記憶。 産経新聞。2004年11月15日付長官。大阪市内面。ABCDEFGH。大阪の20世紀。第38話大阪城大公の夢。何話の夢。産経新聞。1999年7月18日付長官。大阪双方面。万博が始まる。9。朝日新聞。2005年3月14日付有刊 三面。AB、大阪城の三代目店主、大大阪時代寄付で復興。日本経済新聞。2017年1月24日付勇二29面。ABC、1931年11月7日。大阪城の、現、天守閣が落成。日本経済新聞。2010年11月1日付勇二29面。漂流する。 大大阪、偉大なる雇用、志格。日本経済新聞。2007年8月27日付夕刊。29面。ありがとうございます。